どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでもりもり音楽楽しめちゃいますよということで、簡単レッスン動画を日々公開しております。今日も始めていきますよ。本日は、G ラボのガズモデルウクレレ10周年記念モデルと、はい、こちら初めてウクレレで、レッスンスタートしていこうと思います。このね G ラボなんですけど、ポップアップショップが今週末大阪で、行われます。10、11、12、大阪のですね、ララポーとエキスポシティ店の島村楽器店さんの一角をお借りしまして、全モデルの試奏と、なっております。ぜひ皆さん行ってみてください。さあ今日もレッスン始めていきましょう。今日はですね、昭和の名曲をお届けします。めちゃくちゃ熱くて激しい曲、こちらドーン、ザ・アルフィーの星空のディスタンス、いきましょう。これこの名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げてます。2018年なんでもう5、6年前になるんですけど、今見るとですねちょっと分かりづらい。で今回2023年バージョンでさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって、再登場もう1回、もうかなりねレベルアップしてますからね、やっていこうと思います。はい、いつものように2バージョンでやっていきます。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンは、1番までやったオリジナルのショートカットアレンジなんですけど、ゆっくりじっくり勘どころを抑えてますんでね、こっちはねじっくりすぐできる簡単バージョンですけどね、じっくりやったらすぐできますからね。はい、後半のかっこいいバージョンはそういうわけにはいきません。もうモリモリのあのね、もう完全再現と言っても過言ではないかっこいいアレンジがたっぷり入ったバージョンで、長さもですね、最後のあのかっこいいあの500マイル君に遠すぎて、あの辺のところからラストまでもう付け加えた。ちょっとね、あの、シンプル簡単バージョンよりは長いけれども、原曲よりはショートカットバージョンでお届けしたいと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルでは、私音楽きっと無理。私不器用だからね、無理だと思います。みたいな方もですね、あっという間にすぐにできるようになります。やってみたいなと思った方、概要欄に、ガズレレで始めるウクレレのスタートできるね、URL 貼っとくんで、動画を見ながらどんどん練習していきましょう。そしてこのガズレレ YouTube チャンネルは今まで取り上げてきたレッスン課題曲2000曲ぐらいあるんです。どうせ練習するなら皆さん好きな曲がいいと思います。ですから皆さんのやってみたい曲、大好きな曲、スペースガズレレというような感じで、ガズレレの YouTube で検索してもらう、 YouTube の検索窓に入れてもらうのがいいと思います。ぜひ探していろいろな曲で練習していきましょう。さあレッスンの方入ってまいりましょう。The Alfie の星空のディスタンス、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりでこれはすぐできると思います。やってみて。ガズレレシンプル簡単バージョンやってみました。超熱唱ですね。もうすごい熱い。
これはですね、この何でしょうかね、めちゃくちゃこう熱い曲としかも言いようがない、あのエネルギーがもう凄まじいです。はい、ぜひ皆さんやってみてください。今のねシンプル簡単バージョンを1番までやって最後のエンディングみたいな感じで終わったんですけど、後半やるかっこいいバージョンではもうちょっとねセミロングバージョンになっていますからね。はい、まずはねここまでやってくださいよ。あの初心者の方ここまでやっただけでもかなり達成感あると思います。でこれはあの簡単なんですけど、一応ですね歌のメロディーラインとタイミング、これ歌がですね結構高いところから低いところまで出る声がねレンジが広いっていうのと、あとねあの出てくるコードの種類は5、6、8個のコード出てますから、出てくるんで、これコードを覚えたての方にもいい練習題材曲だと思います。はい、まずはですね今のシンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習スタートしていってください。歌詞とコードが出てますからね、分かりやすいと思います。で1個目のゴール設定としては、今やった簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできるようになったら素晴らしいと思います。これは結構ね歌いもね皆さん覚えてるでしょうし、歌いやすいんですよねやっぱ昭和の曲って。なんでできると思うんですけどね、一緒にガズさんの動画とできるようになった方おめでとうございます。そしてできるようになった方は次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度は、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいと思います。でも最初からコードと歌詞を全部丸暗記するのはやっぱりちょっと難しい。なので最初のうちは楽譜を見ながら何回も何回も練習していただいて、それやってるうちにねいずれ覚えますから、覚えるのをゴールにするといいと思いますよ。それこそ星空を見ながらこの曲を熱唱するとか最高の体験になると思います。ひとまず楽譜練習、がいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、ガズが手書きで書いたこちらのノート、36冊目のノートを見て演奏していきました。もうちょっとしたらこんな感じであのカメラに映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよということをシェアしようと思うんですけど、ただいま大変便利なサービス始まってます。これガズクラブ、このサービス始まってます。これ何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた星空のディスタンスを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のもう山のようなストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにねガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとねこのガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、同時公開しているということで、毎朝4時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版の星空のディスタンス The Alfie です。見てください。今日丸1って書いてあるんですけど、これね、ちょっとね、ちょっと今説明しますけど、今やったシンプル簡単バージョンは、このノート1枚目で完結しているんですけど、後半やるかっこいいバージョンは、デレ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 、なんとロングバージョンでこんだけ長くなってますということで、わかりやすいですね。こっちだけだとシンプル簡単バージョン、こっちが加わるとかっこいいバージョンということになっています。ひとまず移していきましょう。こうやって映しておくので、ちょっとお時間ある方は、ノートに映してもらいたいなと思うんですけど、ちょっと解説しておきます。この下にですね、なんか2円の3フレットのフレーズとかいろいろ書いてある。これは後半かっこいいバージョンではここにフレーズを入れたり、このタタタタとか決めが入れるよということで、これご案内です。今のシンプル簡単バージョンは上の段の、これを弾いていったと。で、コードが変わってくるところもあるんですけど、で、ここですね、ここ見てください。E7 サス4とか、書いてあるんです。これはかっこいいバージョンでこうコードが変わります。あとこれかっこいいバージョンでここすごくかっこいいフレーズがあるんで、これちょっとお楽しみにしておいてくださいということでございますね。はい、なんでまずはねこうやって写しておくんで、書いていってください。一時停止で書いてください。それか、今紹介させてもらったガズクラブでこのガズさんのノートの手書き、データこれをダウンロードしてもらうのも今日もかなり有効になっております。ガズのノートの特徴を見てください。この言葉の上に点がついてます。これでリズムが変わる。
激しい風が今心に舞うですね。この点でリズムが変わる。で、歌詞カードの表記にはないこの伸ばすところ、これがね、かなり参考になると思います。とはいえ、この曲はね、まあ歌いやすい曲として有名ですからですね、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあぜひ、ガズクラブの楽譜もご活用ください。じゃあ、一時停止で、まず1番、2番、ここまで書いていってください、イントロから。いいですか？で、ここイントロがないんですけど、1、2と書いてあるんですけど、ここがちょっと使い分けがあるんで、ここキーポイントですよ。じゃあこれ一時停止で書いてもらって、はい、じゃあ次。もうサビですね。これが熱いサビですよね。一回聴いたらもうなかなか頭離れないメロディー。かっこいいバージョンで、ここシンコペーションのマークとかいろいろダウンビートとかもう盛りだくさんなんですよ。かっこいいバージョンを期待しといてください。はい。で、ここまでやって、シンプル簡単バージョンここまでやって、ここ見てください。イントロ1をやって、はい。簡単版はこれで終わります。イントロ1っていうのはここです。で、これ伸ばしたやつですね。で、ここ終わったと。はい。で、かっこいいバージョンは、まあもう一回このイントロ1をやった後、こっちに行きます。はい。ここがね、かっこいいバージョンはここから追加されます。は、は、500マイキー、ミニ遠すぎて、ここバッチバチの決めが入りますから、期待しておいてください。はい、そしてこう最後のラストのところにこう駆け巡っていくということですね。はい。いいですか？はい。はい、はい、はい。ここをこんな感じで行って、最後、ベイビーカンバックで、で、ここでまたイントロ1。でって最初のやつをやって終わった。これがかっこいいバージョンになっております。なんでね、二つのね、ちょっと楽譜の見え方があるということなんですけど、チェックしておいてください。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。コードはね、今日シンプル簡単バージョンは8個。で、1個だけコード追加なんですけど、これかっこいいバージョンで、今はちょっとまず隠しておきます。あ、今映ってるコード8個紹介します。Am、A7、C、F、Dm、G7、E7、Em7。この8個のコードはガゼレレでは、超ウルトラ入門コードのグループなんで安心ですよ。これ入門コード。これです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレードンが始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。今日は10個のうちの8個出てくるわけですから、これを気に覚えていきましょう。さあ、そういうわけでね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、その前にですね、もういつもこのタイミングでお伝えしたいのは歌ですね。弾き語りといえば歌が中心。この熱い曲、今改めてアルフィーさんの演奏を聞いてみるとですね、もう声がいいですね。本当美しい声でございまして、まあハーモニーもすごいし、サビのハモリとか、これぜひ3人ぐらいで演奏して 3つでハモったりするとね、これは素晴らしいなと思います。アンサンブルもね、この曲は取り組んだら面白いかもしれませんということです。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていくぜ。1個だけコードを追加、E7 サス4というコードが出てきます。これ結構簡単です。入門コードの1個、はい、ヤンキーでおなじみの E7 のコード、人差し指見て、この人差し指をこっちに持ってきたら E7 サス4。これが E7 です。行ったり来たりです。E7 サス4から E7。こんな感じで使ったりしますと。はい、このパターンでいっぱい出てくるんで、ちょっとチェックしておいてください。じゃあ今日出てくるリズムなんですけど、今日は結構盛りだくさんリズム。はい、こちらです。基本的にはこの8ビートのチャが、メインなんですけど、カッティング。これ、キメがね、いっぱい入ってくるんで、このカッティングが出てくるぞと。そしてあと、ダウンビートというね、リズムがドーンと落ちるというところで、16ビートのチャが参考になります。これ、いつも言ってるんですけど、ダウンビートっていうのはリズムがドーンと落ちるリズム。ちょっとこれから解説していきますけど、このリズムが登場しますということです。ということで、今ね、映ってるこのリズムは概要欄に濃厚解説レッスン動画が、アップロードされている、ガズレレでできる、リズムのいろいろというホームページの一番の URL を貼っておくので、そこに行ってもらって、それぞれの濃厚解説動画を見て、バッチリリズムマスターしてください。まず基本的にはこの8ビートのチャというリズムが前編を、こう、カバーしております。どういうリズムかというと、Am で弾いてみると、ドン、チャッと、チッと、もう典型的なこれロックのね勢いあるリズムです。このチャの音がドラムのドンパッとツッとパッこのパを再現してる。はい、このグイグイこう力強く進む感じでこれ進めていきます。で、ちょっと今日はね、フレーズもいっぱい入ってくるんでかなり濃厚なんでイントロがどんどん紹介していきます。まずイントロ1は簡単です。伸ばすだけ。でん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 。なんだけど今みたいに。でんでんでん、ツタダダダーンとかちょっと入れてみるといいかもしれません。まあアドリブでいいと思いますけどね。なんかそんな風に次に入るときに、ズダダダダーンとかやるのもちょっとフィーリングで入れてみるともおすすめと。で、イントロ2っていうところで、さっきはこう、んで、でん、でん、でん、口で言
で言ったんですけど、このフレーズを今度はフレーズで弾きたいと思います。これ今からね、レッスンを始めていきますけど、ね、まずこれ見てください、楽譜。Am と F、Am、Am、F、F の下のところに、3弦の2フレットのフレーズって書いてあります。これ、見えるね。じゃあちょっと、ガズの左手ご注目ください。まずこれちょっとアップで写すと、Am の時に3弦の2フレットってこうなんですね。そうすると、口で言うと、でん、だったん、だったん、だったん、F 押さえて、ドー、だったん、だったん、だったんってやりたいんですよ。なんとなくわかる。ちょっとじゃあ演奏してみます。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これをやりたい。これは、3弦の2フレットを、離したり押さえたりしてるだけなんです。ドンデッテンデッテンデッテン。F 押さえて。ブンデッテンデッテン。これ結構なんかフィーリング伝わると思うんですよね。ちょっとゆっくりやってみますと。このフレーズ感。はい。ドンデッテンデッテンデッテン。ドンデッテンデッテンデッテン。はい。これ大丈夫ですね。で、問題はこの時にカッティングとかチャをね、どうやって入れるかなんですけど、ガズはかっこよくやってるんですけど、難しかったら何もなしでいいと思います。はい。で、この次のステップは、なんでたんちゃたつたちゃたつたちゃか、どんでたんちゃたつたちゃたつた、チャをこんな風に入れるとかっこいいかなと思いました。で、次は Dm なんですけど、Dm のところはここにも書いてあるけど、2弦の3フレットのフレーズっていうことは、Dm 押さえたまんま、小指で2弦の3フレット、ドゥンデッテンデッテンデッテン、同じタイミングです。はい。これでセットです。で、次 E7 なんですけど、ここは決めで、カッティングで、ツタダツタダツタダン、ツツツツ、ツタダツタダツタダですね。はい。これはカッティングなんですよ。この、カっていう音は左手、弦に触れてるだけ。これをカッティングって言うんです。タダッタダッタダ。最初、チャでもいいですね。はい。これカッティングです。音がさ、こうやって止まるでしょ。これをカッティングって言うんです。これが難しい。ぜひこれも止めてください。ダダッタダッタダ。で、このイントロ2を続けてやってみます。ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。まあなくてもビシッと止めてもいいと思いますけどね。はい。これをガズさんはちょっと歌のメロディーを口でも言おうかなと。ちょっとやってみましょう。本番っぽくいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、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 激しくと入っていきます。このイントロかっこいいんですけど、ちょっと難しいかもしれない。難しかったらただのコードを弾いとけばいいと思います。これで、これだったらできると思いますけどね。はい。ちょっとこれトライしてみてください。で、A メロはですね、もうかっこよく、8ビートのチャ、これがね、A メロの始まり方とか超かっこいいんですよ。こう、なんていうのかな、ロックっていうか、もうハードロックっぽい感じですよね。で、このマーク、シンコペーションが出てきますよ。これはね、ちょこちょこ曲の中で出てくるんで見逃さないように。ちょっとやってみましょうか。激しい、ここはね、大丈夫。心にも次に出てきます。さよなら。矢印のところでリズムがズコーンズコーンと前に入ってくる。さよならアップ、まだ一度アップ、はい、過ちなアップでいいセル。はい、8ビートの時のシンコペーションはリズムアップで次のコードに変わるって覚えておくといいかもしれません。はい、これでどんどん進んでいって、サビに入るんですけど、そのサビに入る前にこのツタタタタっていうので、これはよくね出てくるですね。求め合うのさ、だんだん盛り上がってサビにドンといく。これちょっとよく入ってくるやつなんで、お見逃しなく。で、サビに入ってもシンコペーションが入って8ビートのチャーで行くんですけど、ここで登場するのはダウンビート、リズムがドーンと落ちるよという、これガズレレではダウンビートというふうに呼んでいるんですけど、聞いて、ちょっと聞いていてください。これはね、聞くとすぐわかります。星空の下ディスタ、ここもドーン、ここでダウンビート、燃え上がる愛の、はい、ここ今ドーンスとバカっつった、ドーンつった、これでリズムがドーンと落ちたでしょ。この時に参考になるのが16ビートのチャです。この曲8ビートのリズムの範疇なんですけど、参考になります。Dm と E7、 燃え上がれ愛のレジスタンス、これこの燃え上がれのところやると、ドーンつった、バカっつった、ドーンつった、バカつく、
こんな感じですかね。16ビートの茶が参考になる。これはそういう意味でございます。はい。そしてその次にかっちょいい決めを入れようと思います。まず、レジスタンスのところなんですけど、Am 押さえといて、見といて。はい。Am 着火で、Am 押さえたまんま、1弦の2フレット。これがまず Am のところ。で、次のブロック A7 のところでは、3弦に注目。A7 ってここ1個だけじゃないですか。はい。この A7 の3弦の1フレットが、シンコペーションでフレーズになります。見てて。チャットンツットン。はい。わかるかな?口で言いましょう。デンツテッテン。で、これセットで合わせてやってみると。レジスタンス。これかっこいいでしょ?まず Am 弾いて、その次1弦の Am 押さえたまま1弦の2フレットを足す。これが大事。このコンビネーション、ぜひこれトライしてみてください。ちょっと燃え上がるからやってみるかな。せーの、さん。燃え上がれ、愛のレジスタンス。かっこいいフレーズ。これものにしてください。で、最後の、でんつてって、2の、3弦の2フレット、4フレットの、このアップでいく感じがちょっとね、難しいかもしれませんと。はい。その次は、8ビートに戻り、3弦ギルよ。ここもまたダウンビート。のっきー越えてトンとこちゃか。この Cm7 とか茶を入れられないんで、のっきー越えてエンドこちゃかったか。こんな感じだと思います。で、この胸にも1度の後は E7 サスポーで、ダッツダッツダッドン。はい。E7 サスポーを3回ダン弾いて、最後 E7 でドンと止まって、ベイビーカンバック。で、イントロの1に戻ります。でん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 と。はい。これが、まず前半部分。で、ここまでもなかなか山盛りなんですけど、この後ですね、最後のラストのバースに入っていくんですけど、ここで本来、この辺が終わった後に、本来だと2番ってこう入っていくんですけど、ギターソロとか。ガズレレオリジナルアレンジで、ここからもラストのね、500 miles 君、ここで決めが入ります。ちょっとね、もういきなりやってみますわ。1、2、3、4、500 miles 君に遠すぎてね。すごいでしょ。これはでもね、覚えるしかないです。ちょっとまず口で言うと、ワン、ツー、スリー、フォー、ダッツ、ツタダダン、ダン、ツツタ、ツツタ、ダン、チャタン、ダチャンス。はい。これはね、覚えてください。まず F で、ダッツ、ツタダダダッツ、G7。ダン、ツツツタダダッツ、ダンなんですね。F、トトトタダダッツ、G7。歌と合わせると、ワン、ツー、スリー、ファイブ、ハンドレス、マイツ、君にの、木の時に G7。ファイブ、ハンドレス、マイツ、君に、遠すぎ。その次は C と Em7 で、チッカパー、チッカパーなんですね。チッカパー、チッカパー。裏で来るリズム。これはね、決めですから、簡単ではない。もう、ほんと何回も聞いて覚えてください。ちょっと何回かやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、ハンドレス、マイツ、前田は普通の8ビートの下です。もう一回ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ハンドレス、マイク、君に遠すぎて、ダツタタ。ここがちょっと一番ね、覚えるのは難しいかもしれません。会えない辛さ、ダダダダダダ。はい。で、本当はここから、転調といってですね、キーが上がるんですよ、半音なんだけど、ここはウクレレ簡単レッスン動画で御用達のガズレレですから、ウクレレ練習用転調なしのウルトラ簡単アレンジで最後の、バースに入っていきましょう。耳をかすめるのは、はい、この歌詞をやって、最後はずっと同じですから、はい、さっきの一番の解説と、ほぼ一緒の繰り返しになってますので、決めは大丈夫だと思います。ということで、カッティングとかですね、いろんなフレーズが入ってくるっていうのがこのポイントでして、なかなか面白いアレンジ、かつ原曲にかなり忠実再現ということになっているんですけど、奥深いですよ皆さん。リズムキープ、これが結構キーポイントになると思います。勢いがやっぱね、力強くパワフルな感じをやっぱ表現したいですけど、熱いですかね、この曲は。パッションがやっぱ必要だと思いますかね。はい、そしてもちろん、これおすすめなのはですね、やっぱこうアルフィーさんの演奏を聴くとですね、いいですね。演奏聞いた後、YouTube にね、出ている、ミュージックビデオだとか、アルフィーのライブ映像なんかも見てやるとですね、やっぱり3人のね、雰囲気が違う3人が出す、不思議な空気感。
あれを思い描きながら、あと歌詞の世界観がね、やっぱこう、ね、スケールでっかいんですよね。そんなのイメージして、やっぱ弾き語りって歌が中心ですから、世界観とともに演奏していく。これを忘れちゃいけません。ということでやっていきましょう。GRFEEの星空のディスタンス、ガズレレ流かっこいいバージョン2023年改訂版。やってみる !1、2、3! フレーズが次から次へと出てくる。シンコペーションとかダウンビートとかキメも多い。だけどこれはできるようになるとかなり心地がいいです。ちょっと最初できるまでは覚えるっていうのもありますけれども、その先にはねめちゃくちゃ美しい光景が広がってるんで、トライしてみてください。さあ皆さん、ご案内です。冒頭にもねご案内しましたけど、はい、この3日間6月10、11、12、大阪ララポートエキスポシティ店、島村楽器店さんの一角をお借りして、Gラボのポップアップショップオープンですよということで、ここのね、ララポートエキスポシティ店さんを独自オーダーのウクレレなんかもある。これがすごいですからね。はい。ぜひ皆さん、いろんなウクレレ試し弾きしてくださいね。買わなくても全然 OK なんで、触るだけでもね、Gラボのウクレレってどんなもんかチェックしに行ってみてください。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。